少子化対策ということでですね、社会保険料を月額300円ほど上乗せ徴収、少子化対策支援金なんていうことを自民党が始めるみたいですけれども、支援を強制っておかしくないですか？それって断れないんでしょうか？女性が輝ける社会をなんつってですね、また別なお金を自民党と政府は使っているんですけれども、我々から税金を取ってですね、女性を社会で輝かせたら少子化は進むと皆さん思いませんか？少子化対策というんであれば、女性に出産育児してもらいたいんであれば、女性は家庭で輝くのが正解ではないでしょうか？女性をですね、無理やり一生懸命社会で男並みに働けっていうのは、少子化対策にまるでなってない、むしろ少子化を進めていると私は考えるんですけれども、皆さんいかがでしょうか？労働希望者の頭数が減ればですね、賃金は上がらないんですよ。女性がですね、小さい子供がいる間家庭に入ってしまうと、労働者の賃金を上げなくては男が集まってもらえないので、経営者たちは困ります。ですので経団連その他財界は男女共同参画なんつってですね、女性を無理やり働かそうとしておりますけれども、その結果が現在の少子化ではないでしょうか？女性が輝ける社会をじゃなくてですね、女性は家庭で輝いてもらう、これが正解だと思います。岸田政権は社会保険料上乗せ徴収という増税までしてですね、少子化対策やろうとしていますけれども、むしろ逆に消費税などを減税してですね、可処分所得を増やさないと皆さん結婚出産する気になんかなりませんよね。自民党と経団連その他財界が長年やってきたことは、子供が減るに決まっていることを一生懸命やってきたんですよ。今更になって少子化大変だ、少子化対策だ、増税だ、全くおかしな話であります。